アニメ作ってますが、人気が出ません。タムちゃんのアドバイスをください。面白くないからじゃないですか。で、あの面白いかどうかって。まあ人それぞれなんですけど、あの見てもらう理由をまず作った方がいいと思うんですよね。 で例えばじゃあそのどういうアニメを作ってますとかどこが面白いですとか書いてくれればこれクリックして見る人がいると思うんですけどたむちゃんにアドバイスくださいっていうのを見てそれで見たいと思う人あんまいないと思うんですよね。なのでその他人に対してどうやってそれがえるかっがいいと思うんですよあのがその企画書とかを他人のひあの,その,他の人が作るとかにアドバイスするのが。その 産業で説明できるようにしとけっていうのを僕は割と言うんですよ。要はその、まあ Twitter とかであのこういう面白いものがあるよって他の人に口コミで伝えるときってせいぜい産業以内にまとめられないと伝わらないんですよ。で赤の他人が産業で伝えるかどうかっていう。例えばそのじゃあ,あの、えー、と、進撃の巨神がなんで面白いかっていうとグロい <laughs> っていうので、要はその あのグロくて今まで見たこともないような設定っていうのでっていうので「へえどんなの?」っていうのを興味を持つわけじゃないですか。っていう感じでそのやっぱ短い文章でその魅力が伝えられるようになってないと口コミって広がらないんですよね。なのであのまず自分自身でも短い文章で伝えられるぐらいその面白さっていうのを作るの方がいいんじゃないかなと思います。まあ、エロででもいいですけどね